同士完全攻略。What's poppin? はい、guys、チュウエン。セケです。みっちゃんです。今回 B 同士完全攻略していきます。やっていきます。Let's get started。B 動詞ね、こう中学の一番最初を習う単元ですけども、今回も初心者向け、あとはその復習したい方とか、ちょっと B 動詞なんとなく分かってるけどどういうものかをしっかり掴みたいっていう方に対してちょっと復習よりも多分パーフェクトな価値がものです。そうだね、価値があると思います。はい、B 動詞ってそもそもじゃ何なんでしょうか。そもそもですね、まあじゃあ説明していきます。はい、まず大前提なんだけど、英語の文には必ず主語と動詞が入ってきます。必ずこの2つが入ってきて、まあ日本は動詞がなかったり主語なかったりね自由にできるんだけど。そうだね、ここがポイントと違うよね。面白い。日本語だと例えば私は学生ですな時にこの中に動詞がないよね。私は主語、学生ですっていうのはまあ名詞やもんね、学生です。学生はね。とか私は可愛いですみたいな、俺じゃなくてまあ可愛いか分からんけど、はいってなった場合は可愛い形容詞、必ずしも動詞がないというのが日本語の特徴やけど、英語の場合は絶対に主語動詞が入る。そうだね、完全にそう動詞もないといけないし主語もないとちょっとまあ文が成り立たない、なかなかそうっていうのが特徴だね。なるほどなるほど、はいはいはい、っていうのが前提としてある中で動詞が大きく2つに分かれます。はいはいはい、種類があって、1つが一般動詞っていうもので、もう1つが B 動詞です。 B 動詞、一般動詞っていうのは英語で言うと action verbs って言われるんだけど、 action verbs そう、もう action っていうのが分かるようにアクションを起こす、行動してるとかこう何か動作を行ってるみたいなことを表す動詞のことで、例えば play 遊ぶとか walk 歩くとか talk 話す、そうだよね、こう何かアクションを起こしてるよね。あとは目に見えない動作だけど、例えば好きになるとか、例えば like とか love とか何かとか誰かをめっちゃ好きになるっていうのは、まあ目には見えない動作、あ確かにだけど、まあ何かアクションを起こしてるか、まあ行動っていうか、まあ何か心のアクション、あ確かにこう物理的じゃなくて心の変化というかその動きもアクションバーブとして捉えると。はいはいはい。これが一般動詞。で B 動詞っていうのはもう結論から言うと存在とか状態を表すものなので、存在と状態。そう。例えば日本語で言うと正気は美しいみたいな、なんかね文のチョイスね、神々しいみたいなね、海をじゃあるとするじゃないですか。でじゃあ美しい状態を表してるんだよね。確かに生気がで、まあその状態であることを表す時って別に動きがないじゃん。確かに確かに、そういう状態だとか、もしくは例えばじゃあ生気は学生ですっていうのは動きなく単純に生気が学生であることを言ってるだけ、学生という状態ってことね。そうね、学生という状態で一般動詞にじゃ当てはまりません。あれでも英語って動詞絶対必要だから、じゃあどうする、 B 動詞使いますっていうものです。ああなるほど、まあ一般動詞に当てはまらないものがまあ B 動詞、そうです。はいはい。でそれが状態と動詞を存在っていうのはなんか例えばどういう、存在はまあいる、ここにいるとか、ここに存在してるってことじゃん、ここにいる、部屋の中にいるとかっていう感じ。なるほどなるほど。でその2つを表すのが B 動詞。そうだね。ああなるほどなるほど、まあ改めて確認できたわ。 OK よかった。でも B 動詞の種類なんだけど、主語によって変わってきます。 B 動詞はいくつかあって、でもパターンがちゃんとあるので使い分けめっちゃ簡単。はいはいはい、そうだね。じゃあまず主語が自分の場合だから I の場合は必ず現在形だったら am だね。 I am am が B の動詞に当たる。 Yes am が B 動詞で、もしこれが過去形だったら was ね。 I was I am a student だったら私は学生、I was a student 私は学生だった。そうですね、はいはい。この am was が B 動詞。 Yes で、じゃあ次、じゃあ主語があなた you だったら現在形は are ね。 You are beautiful ありがとうございます。はいです。はいで、過去形だったら were と発音がね、むずいよね。あれ難しいね。これは舌を奥に引っ込めてください。口の中で。みたいなね。そう、はい。were。You were beautiful。beautiful。今は違うんかい。あなたは美しかった。で、今度主語が三人称。三人称。単数だから1個、まあ一人一つとか。で、でも自分でもあなたでもないもの。だから彼、彼女、それ。はいはいはい。って感じだね。he、she。it ですね。の場合は B 動詞は is ね。 She is your mom 彼女はあなたのお母さんです。 It is a pen とあ、それはペンです。ペンです。はいはい。で、is ね。is で、is の過去形は was。was。はいはいはい。He was funny。He was funny。ありがとうございます。彼は面白かった。やたらと今日褒める会ですね。はい。あ、過去形だよ。あ、過去形。あ、そうか。今は違う。ディスられてた。おめでたいね。はい。最後、複数形の場合は全部 are です。are になる。だからつまり私たち、こっち側のサイドで複数形も are だし、彼ら they の場合も are です。are ね。they are students。彼らは学生たちです。とか、we are friends。friends とかね。あと複数形の普通に例えばベジタボーズとか。あ、そうね。野菜。確か物にも使えるね。物の複数形も全部 are ね。ベジタボーズ are delicious。delicious とか。超健康的に聞こえるね今の。確かに。元気いっぱいの言い方やだな。はい。でこれの過去形は were。これ you were の同じね。そうね。同じです。はい。例えば my lips were dry。my lips。my lips。私の唇は乾燥してた。これなんで複数形なの？あ、lips。2個だから。あ、そうなんだ。上と下。これがリップス。あ、そういうことなんだ。面白いね。これで一つと思ってた。これでリップ？うん。マジで思ってた。すごいね。確かに複数形だわ。リップス。こことここで2ってことね。リップだけで上だけになる。そうなの。知らん。正規の唇はつながってるんだから。つながってるよ。つながってないよ。あ、そうだね。じゃあそれも多分感覚。だってほら見て、口開けると赤い部分が。あ、2個になってるっていう感じなのね。でも正規は唇が1個なんだよ。どういうことやねん。なんかアニメキャラクター、タコみたいな。あ、タコみたいな。もっとわかんやん。リップスの複数形だから are とか were になる。はいはいはい。でもこれ結局その B って何なの？じゃあ今回その B も全然参戦してないけど、なんで B 同士っていうのこれ？これは単純にこの今言ったすべてのやつの原型が B なの。あ、こいつらは原型じゃないんだ。原型じゃないの。大元に B がいるんだ。そう、もう大ボスは B なのよ。あ、B がそれぞれ変化してるんだ。めっちゃ変化してる。トリッキーやね。B は。B はたまに B は文で使うけど、まあでも普通文使ってるときあんま使わんから、まあ置いといて大丈夫。なるほどね。なるほど。なんか B グループすごい大きいね。あ、そう B グループの中のこう傘下にいらっしゃるのがこうなんかイズアーとか。それ確かにこう区切られる理由もわかるわ。その B と一般同士がなんかすごい勢力持ってるけど、いろんなのに変化できるから。そうだね。最強かもしれない。最強やな。はいはい。でこれでもそのさっきの状態とかその存在表すのが B 同士って言ったけど、これでも俺の感覚で言うとなんかわーとかですで覚えてた。ああ、いやでもそうだよね。それを言わなかったのはなんか理由があるんですか？ですね。まあ。めっちゃ和とかですに置き換えたくなるのめっちゃわかる。はいはいはい。だけどなんかでも 100% それって正しくないなと思ってて、当てはまりそうなのもあるんだけど、例えば私は学生ですだったら、まあ確かに和が入ってるからぽいんだけど、まあだから英語で言ったら I am a student、M だよね。でもじゃあ例えば I'm a student too って言ったら私も学生です。ああ、確かに。で、和じゃなくて、まあ、もに変わる。ああ、なるほどね。必ずしもそう、和は B 同士じゃないんだなっていうのは気づいた。まあ、確かに。am と B 同士に和と訳してくださいだったら、to ももうって意味やから、意味わからなくなるもんな。私和もみたいな。そうそう、私和も学生。それ日本語訳に対応させてたら。そうだね。そういう固定ではなく、状況によって変わる。そうだね、変わる。だから、その日本語訳で覚えるってよりかは、状態とか存在を表す動詞で覚えといた方が訳すのもこう柔軟にできそうみたいな。そうだね。そういう感じ。うんうん。まさに。はい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 。で、あとこれ多分ね、初心者の方、僕も含めて難しかったポイントだと思うんだけど、動詞の定義ね。そのなんか B 動詞で分からん人の、俺もそうなんやけど、特徴として動詞ちゃうやんみたいな。状態とか存在を表すのってこう動詞じゃないやんみたいな。あ、なるほどね。思ってるわけよ。なんでかというと、日本における動詞というのは動く言葉。で、例えば遊ぶとか動く、さっき言ったその動詞やん。動って入ってる。そうそうそう、動動いてるしな。例えば存在とか状態を表すのって多分日本語に無理やり訳すと何々であるとかね、ですとか、それどうしちゃうみたいな。だから何みたいな。ちゃうんかい。そう、何それ。初めて見た。私オリジナルだもん。あ、オリジナルネタや。ちゃうんかい。はい、ちょっとこれから出していこうか。170回目にして170ぐらいかな動画。あ、初めて出てきました。途中から出てくる。だからそこでちょっと混乱したけど、そもそもアメリカ人の思う動詞。と日本人のもの動詞の定義が違うって感じ。違うね、多分。まあそもそも日本アメリカじゃ動詞って覚えてへんやん。verb って覚えてるやん。まあまあ動詞 is Japanese。動詞 is Japanese そう。だからなんかどうって書いてるか俺たちはそう思っちゃうけど、英語喋る人はその verb という英語の中にその動いてる感覚はあるの。なんかどうみたいな。ない。ああ。なんか確かに定義違うかも。あ。分かったわ。まあ、verb って言われて別になんか必ずしも動くアクションだとかっていうイメージはないんだよね。うん、で、多分いわゆる日本語の動詞は多分そのさっき言った英語の動詞の2つあるって言ったじゃん、種類。はい、一般動詞と B 動詞。そうそう。の一般動詞に当たるんだと思う。あ、そっか。英語の一般動詞が日本の動詞。ああ、まあ確かにアクションバーブって言ってたもんね。アクションバーブ、アクションを起こす。ああ。だから状態とか存在を表すものはもう一切入ってこない、日本の動詞に。あ、確かに確かに。そうだから B 動詞はいわゆるだから日本語ではないんじゃない？そうないって気づいた。だからそれをちょっと前提をこう変えないといけないっていうことを今聞いてて思いましたね。なるほどね。だからあくまでも英語においてはこの何々であるっていうね、いわゆる状態の動詞を表すのもこれ動詞というところで、英語には絶対動詞が必要だから B 動詞もしくは一般動詞が当てはまりますと。いうところですね。はい。めっちゃこうすっきりするね。すっきりしたね、俺は聞いてて、静かにすっきりしてたさっき。はい。昔やね、もやっととか。よく知ってるね。もやっとボール。投げないっけ？投げる。あんまでもちゃんと見たことないんだよ。じゃあ B 動詞の後に続く言葉なんだけど、これ大きく分けて種類が4つあります。4つ。名詞、形容詞、前置詞プラス名詞、あと副詞。これ4つね。基本的にはそう。ちょっと例文1つずつ。始まりに行きます。名詞の場合は、その主語は何々な状態です。って表すことが多いかな。名詞の状態です。名詞の状態そう。例えば、Seike is a comedian。コメディアンちゃう。コメディアンじゃないですよ。さっきファニーとか。昔はファニーだったっていうその一発屋芸人とかそういうくくりじゃなくて、はい、そもそも僕は芸人じゃないので。あ、なるほどね。はいはい、そういう僕はなんかお笑い力で評価はねしないでいただきたい。一般人なんでプレッシャー当たって、はい、プレッシャー当たってはい、戻すとセイケイズコメディアン。コメディアンはまあ芸人とお笑い芸人。あ、まあこれも確かに状態ですよね。セイケはコメディアンという状態という感じ。そう。はい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 。とかあとは We are friends。お、平和的やな。で、We の場合だから are ですね、B と一緒。で、friends 友達であるみたいな。はい。私たちは友達という状態です。まあいわゆる私たち友達です。はい。これまあ確か B 同士ですね。そうです。はい。動きがないから。そう、動きがないから B 同士。状態だからね。で、じゃあ次形容詞。形容詞。の場合は例えばじゃあ I am short。私は背が低いみたいな。みたいな感じです。まあ確かに、まあそんな多分低いかな。平均よりはでも低い。あ、そうなんや。俺も低いからちょっと気づかんかった。確かに。悲しいことに。確かにって言わんとき。まあちょっと形容詞っていうのはいわゆるまあ人の状態を表す言葉やね。まあ B 動詞と相性そうね。例えばまあ日本語で言うと可愛いキュート、美しいビューティフォー、まあ短い。背が低いショートとか短いって何？ごめんなさい、ショートって短いって意味。と長いロング。The elephant is big とか。あ、象は大きいみたいな人の状態か。人の状態とか物でもいいよ全然。例えば The roof of the house is red みたいな。おお、難しい。その家の屋根は赤。はいはいはい。みたいな。ルーフは屋根ね。あ、そうそう。はい。家の屋根が赤というまあ状態ですと。という時も使えますと。これ形容詞ね。形容詞です。はい。ちなみにこのレッドっていうのはまあ赤いっていう形容詞でも使えるし、赤色っていう名詞でも使える。使えます。はい。これ今回はまあ形容詞というところですね。はい。で次前置詞プラス名詞だね。はい。これ前置詞っていうのはまあ with とか from とか。あ、そういうやつです。in とか。はい。そういうのが前置詞と前置詞です。はい。まあちょっと前置詞は難しいね。また別の動画で特集組むと思います。やりたい。私前置詞大好き。もうなんかこう文をこう解剖してそう分解して見てくのめっちゃ好き。文を分解して解剖して。あ、ダジャレ？あ、違う、ダジャレじゃない、ダジャレ。え、ダジャレ？文を分解してたじゃん。いや、そういうこと。レベルが低いダジャレ、それをダジャレとして言ったんやったら普通に言ったんやけど、はいっていうのね、前置詞プラス名詞。あ、そうそう。はい。ということで、まあよく使われるフレーズは from 名詞、まあ場所の名詞だね。確かによく使うね。どこどこ出身ですっていう時によく使われるフレーズ。はい。なんでかっていうと from はどこどこからの状態、つまりその場所。の出身の人、まあそうそう、そんなつながりになるんだよね。だから、まあ、I am from Tokyo って言ったら、東京から存在してる状態。はいはいはい、だから、まあ、つまり東京の出身ですみたいな。まあ、このフレーズ結構使うね。I am from なんちゃらっていうの。留学とか海外行った時とかはよく聞かれるから。聞かれるね。逆に疑問形で聞かれるよね。Where are you from? Where are you from? ね、あなたはどこ出身ですか？I am from 大阪。大阪とかジャパンとかね。I am from Paris とか。言ってみたい。言ってみたい。はい。ってところで使いますよね。これだから from が前置詞で、その後のまあ Japan とか Paris とか東京っていうのは名詞。名詞です。はい。あとはまあ with とか with 誰々。お。だったら誰かと一緒にいる状態とか、もしくは誰とか付き合ってるっていうことも言えて。はいはいはい。例えばじゃあ I am with Ken って言ったら、電話で正家にちょっと今誰と一緒にいるのって言われた時に I'm with Ken って言ったら Ken と一緒にいる状態って言えるし。でもなんかまあシチュエーションが変わると「I'm with Ken」っていきなり言ったら「Kenと付き合ってます」みたいな。ああ「with」は結構いろんな意味ありますよね。まあちょっとそれはおいおいまた違うので紹介するけど、そういう前日と一緒に使えると。そうなんですよ。はい、で4つ目が副詞だね。はい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 。で副詞でよく使われるのは「here」「there」「home」とか。おお、これは副詞なんやね。そう、意外と「home」とか副詞なんだね。ですから。へえ、じゃあ「家」っていうわけじゃなくて「家に」とか。そうそう、「家に」「家」とか「家」とか、そうそうそう。まあ副詞は動詞にかかるのが副詞やもんね。あ、そうですそうです。動詞にかかるから B 動詞も動詞だから。確かに。B 動詞存在してるとかこういう状態だにかかってる。例えば「I am home」は私は家にいる状態って意味で「I am」私は何々な状態、どんな状態とか、どこに存在してる、家にみたいな感じ。ああ、まあそうだね、かかってるから。そうそう、かかってるから。はい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 。だから I'm home とか、まあ You are home とかも言えるし、They are home でもいいし、home 以外には They are here とか。ここにとかね。そう。Here はここにっていうし。彼らはここにいる状態だ。だから、まあ、私たちがパーティーを開きますと。で、招待した人たちがみんな来ましたみたいな。They're here。だから彼らはここにいる。はい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 。もうここに来たよみたいな。もうすでに来てるよみたいな感じで使うよね。はいはいはい、わかりやすい。まあちょっと最後にちょっとこう疑問なんやけど、そもそも B 動詞外れると分からへんくなるってこと？もうネイティブからすると、例えば I student とか I am student って言おうとしたとして、まあ I student みたいな。I student。I student みたいな。まあ意味は通じるけどね。違和感あるぐらい。ああ、片言英語みたいな。私は学生というか、私学生。そう、私学生、あなた綺麗。ああ、みたいな感じね。まあなるほど、じゃあ最後伝わるような伝わるってこと。そうだね、まあゲスはできるからね。はいはい、じゃあなんかまあ最悪旅行とかでそれを気にしすぎて言わないよりかは、まあ言っても。まあ知ってる単語だけをバババって言うのは何も言わないよりは全然いい。大丈夫ってことだよね。はい。まあまあでも英語を伸ばしたいって方は B 動詞はめちゃめちゃ根幹なんで。もう根幹。覚えるというかまあ感覚でね使って染み込ましていければいいかなと思います。はい。ここで問題。今から日本語文の英文をコメント欄までください。私の妹たちは面白い。はい。面白いですね。会ったことないけど。全然知らないよ。はい。なんとなくイメージで待ってます。この動画でわからないことあればコメント欄までお待ちしてます。もしこんな感じで中学の文法をちょっとやり直したいって方がいたらリクエストくれればこういう感じの動画も作っていくので、コメントお待ちしてます。Okay, this is it for today. Thank you for watching our video. We will see you tomorrow. Bye for now. What's poppin'? How you guys doing? Segaです。